皆さんこんにちは。誰しもが御曹司や霊嬢に生まれてきたかったと思ったことがあるかもしれません。もし御曹司や霊嬢であればお金の面だけではなく人脈や様々な点で多くのメリットがあるのは言うまでもありません。しかしながら時にこの御曹司や霊嬢であるということは周りからの期待など多くのプレッシャーがあるのも事実です。そこで今回はそんなプレッシャーにも負けず芸能界という厳しい世界で活躍する御曹司と霊嬢をご紹介します。まさに少女漫画花より団子を地でいくような世界。あの有名人を見る目が変わるかもしれませんよ。アンジェラ・アキ、英会話スクールの大手であるイーオン。なんとその代表取締役社長アキ・キヨシさんはアンジェラ・アキさんの父親です。アンジェラさんはパワフルなイメージがあるので社長令嬢というイメージが湧かない人もいるのではないでしょうか。伊藤麻子、父親の職業は財政界の大物で某都銀元頭取。経済界なら必ず知っている人と言われています。銀行役員の父親、資産家令嬢の母親のもと渋谷区で生まれています。宇治原文則、父親がパナソニック電工の元副社長です。息子が芸人になるなど絶対反対という父親だったそうで、芸人になることを誘った相方の菅さんは宇治原家にかなり嫌われていたそうです。永谷舞、永谷舞子とチャイは若者に人気のテラスハウスに出演したことにより一気に有名になりました。家系はお茶漬けで有名な永谷園の一家だそうで、そんな大企業の社長令嬢がシンガーソングライターとして活躍しているギャップが大きな印象を与えたのは間違いないでしょう。加瀬亮、父親は総合商社として有名な双日の元社長、会長です。そんな企業の社長を務めた父に役者になりたいと告げた時は猛反対されたとのことです。父との喧嘩の末に家を飛び出して疎遠になったものの、今は多くの人に支持される俳優として活躍している加瀬さんをお父さんも認めてくれているのではないでしょうか。加原智美、加原さんの父は千葉の鉄鋼関連会社の会長で、兄はその系列会社の社長です。母も都内の小料理店を経営するほかに健康食品会社を経営する実業家です。岩田隆典、三代目 JSOULBROTHERS EXILE。 三代目 JSOULBROTHERS メンバーガンちゃんの愛称で知られる岩田隆典さん、父親は創業90年の靴メーカーマドラスの社長で、中学から慶応義塾に通っていた話はファンでなくとも有名かもしれません。関ジャニエイト、大倉忠義。関ジャニエイトの大倉忠義さんの父、大倉忠義氏は居酒屋界のユニクロと呼ばれる居酒屋鳥貴族の社長です。大倉さんの学生時代にはお父さんから地元のコンビニで一番安い時給を調べてこいと言われ、それと同額で鳥貴族でアルバイトさせられたなんてエピソードもあるようです。及川光博、両親はともに薬剤師の資格を持っており、父親は薬局の経営をはじめコンビニや焼肉店、ダンススクールなど数々の事業を起こしてきた実業家だそうです。子供の頃は家にお手伝いさんが数名いたというのでかなりのお金持ちですね。めぐみとしあき、めぐみとしあきさんの父親は鹿児島県で老舗の大島紬の工場を経営しており、奄美大島特有の技法泥染めで特許も取得しているそうです。人々からは一般人みたいな親しみやすいオーラがあるのに御曹司だったとはと驚きの声が集まりました。山口萌、東京浅草に本店を構える大手仏具メーカーの水雲堂は山口さんの叔父が創業した会社であり、現在は山口さんの父親が社長を務めています。
立派な社長令嬢ですよね。シーズンごとに祖母と一緒に買い物へ行き、指を指した洋服はすべて祖母が購入してくれたそうです。彼女のために洋服店は貸し切りだったそうです。ピスタチオ小沢慎一郎。祖父が有名なおもちゃ会社ダイヤブロックの創設者の一人であり、父親は IT 関連会社の社長です。テレビ番組では下積み時代お金がなくて辛い思いをしたことがないと発言し、周囲の先輩芸人から叩かれることもありました。品川博士。お笑いだけでなく執筆や映画監督などマルチな才能を発揮している品川博士さん。有名な美容家の山野愛子さんを祖母に持ち、父親は山野グループの株式会社山野代表取締役元社長の山野義明さんです。母親は美容家で国際魅力学会会長のマダム美智子さん。こういった一族の生まれだからこそ品川さんも成功しているのかもしれませんね。松雪靖子。松雪靖子さんの父親は佐賀県鳥栖市に本社を置くガス会社鳥栖ガス株式会社の社長松雪秀俊さんです。千秋さんの父親藤本克治氏は世界大手のガラスメーカー日本板ガラス株式会社の元会長です。年商は約5800億とも言われています。ところが千秋さんは30歳を過ぎるまで父親が財界人だと知らなかったというから驚きです。青井実、 NHK アナウンサー。 NHK の看板アナウンサーとして有名な青井実さんも御曹司の一人です。しかも祖父が建てた会社が丸井というのだから驚きです。都会の駅などに併設されている0101のマークでおなじみの会社です。父は丸井グループの名誉会長の青井忠夫さんです。中野美奈子。彼女は女子アナでナンバーワンのお嬢様育ちと言われているそうです。父親は総合病院を経営しているそうです。松岡修造。元プロテニスプレイヤーの松岡さん。阪急阪神東宝グループの創始者小林一三を祖父に持ち、父親も東宝の名誉会長、母親も元タカラジェンヌであり、兄も東宝東和社長です。実家の反対を押し切ったため経済援助はありませんでしたが、それでもグランドスラムベスト8という快挙を成し遂げています。